ジャック、海賊を引き渡す取引をしただろ。ご苦労だった。ためらってないで要求しろ、君の報酬を。スパロー、お礼のツケをきっちり払ってもらうぞ。ダッチマンの乗組員として向こう100年働いてもらう手始めにな。そのツケはチャラになったはずだ。だが逃げ出した。取引をしましょう。ん？ウィルをこっちに渡す代わりにジャックを連れて行って。え、乗った？乗らない。乗った。ジャックは海賊長の一人だぞ。何様のつもりだ？王様。うん、従います、お偉いさん。このペテン姫。うん、あっぶないな。大事な人質を傷つけるところだったぞ。では。さあ、どっちを選ぶ？戦えば君たちは全員死ぬ。戦わなかったらおそらく何人かは生き残れる。私たちは戦う。死ぬのはあなた。こんなところまで追いついたか。君たちの行動力には感心するばかりだ。だが行き過ぎた行動は時に不幸を招くことを学びたまえ。逃げられた。これじゃ追いかけられないよ。バスはアウトでしょ。なんちゃいろ。あ、あいつは決戦に紛れて箱を奪おうとしてるんだ。ナンパ船入りへ。うそ。うん、みんな大丈夫か？ソラ、無事だったのか？ソラ、私たち心配してたのよ。ん？
あれってソラ？ジャックは？ティアダルマは？あなたがいない間にいろんなことがあったの。ジャックは東インド貿易会社に連れて行かれた。そう、ベケットがデイビー・ジョーンズとダッチマンゴーを操ってるの。僕たちは奴らに対抗するためにティアダルマに閉じ込められていた海の女神カリプソを解放して味方につけようとしたんだが、うまくいかなかった。ああ、全く気まぐれな女神だ。他に方法は？何もない。最後の頼みの綱が切れた。その鍵が私の心も解放してくれるかもしれないね。この海では私が力になってやるよ。そっか、あれはティアダルマ、カリプソが力を貸してくれてたのか。気まぐれな女神なら、また俺たちの味方になってくれるかもしれない。諦めるのはまだ早い。俺たちも協力するから頑張ろう。海はみんなのものだ。おっ、うん、あ、落ちる。それまず僕が言ったよ。え、そうだっけ。そらって時々人の話聞いてないからね。え、言った？言ったよ。まだ終わってない。私たちには希望がある。みんな聞いて、聞くのよ。同胞は私たちを頼りにしている。パール号が指揮を取るの。これは自由への戦い。誰にも私たちの自由を奪うことはできない。私たちにはそれを成し遂げられる勇ましい心がある。皆の者、旗を掲げろ。旗を掲げろ。旗を掲げろ。来たな。あれがダッチマンゴーか。ジャックが言ってた箱にはデイビー・ジョーンズの心臓が入ってるんだ。お前たちの探してる箱じゃないだろう。黒い箱の中身を見た者はいない。疑いのある箱は全て回収させていただく。中身を見た者はいない。正解がわからないものを探してどうする気なんだよ。
さあな、神座の考えることが全て理解できるわけじゃない。ただ、そこには希望がある。おしゃべりはここまでだ。探し物をするには少々騒がしいな。あの船には黙っていてもらうとしよう。これでゆっくり探し物ができそうだ。13機関は希望を。そう、ビルたちを助けないと。分かってる。望むものを手に入れたか。君もなかなかの勝負師のようだ。だが、その箱はこちらに渡してもらおう。はあ？急に出てきて何言ってんだ。お前に渡すわけないだろう。では、紳士的にパーレイ。おっと、パーレイもなしだ。わかるだろう。今はそれどころじゃない。それに俺の欲しいものはもうここにあるからな。はあ、絶好調。よう、よう、ジャック・スパロー、迷子になったのか。教えてやろう。お前の持ち場は船底だ。お待たせ。形勢逆転だ。雑魚が増えたところで同じこと。手だろうが手加減せんぞ。そのつもりで来たわよ。若造、
忘れたのか。俺は心のない獣だ。ネットワーク。愛か愚かな気の迷いだ。そしてまたいとも簡単に引き裂かれる。そんなことない。まだ俺には愛がどんなものかよくわからないけど、心の強い結びつき、つながりだってことはわかる。心のつながりが簡単に引き裂かれたりするもんか。お前のようなガキに心の何がわかる。こいつはそれなりの旅をしてきたんだ。知ったことか。どうだウィリアム・ターナー、死ぬのは怖いだろう。お前は、なんとつまらない。ハートとは心ではなかったか。箱も我らの求めるものではなかったか。たまらないね。お前の生き死には俺が握ってる。まったく無ごいやつだな、ジャック・スパロー。無ごいかどうかは味方による。そうなのか。ウィルは船の一員になった。ダッチマン号には船長がいる。エリザベス、もうお別れだ。いや、離れたくない。無事でよかった。艦隊はまだいる。エンデバーはウゲンから接近中だ。今こそ古き良き海賊の伝統を守って逃げるべきじゃないか。俺は伝統を守ったことがない。突っ込むぞ。悪く思うな、ジャック。我が社の利益のためだ。撃て！撃て！撃てー！
いい気に入ったな。フライングダッチマン号には船長が必要だ。結婚したばかりだってのに二人は同じ世界にいられない。海に10年、陸で1日、とてつもない代償だ。ウィル、ご用意しました馬車を。ターナー夫人、エリザベス、気をつけて。ジャックありがとう。たった一日なんて短すぎるよ。心を通わせるのに時間の長さは関係ないさ。ソーラ、お前が一番よく知ってることだろう。心をつなげて友達になるなんて簡単なことだ。そういうことだ。うん、時間は関係ないか。みんな待ってて。